Ah!
転送完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえばナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女のことは確かに考えられる。推測の息を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進め、みんなも十分注意してくれ。やあ、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで、君にも協力を頼みたい。
そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。一度言ってみろ。ぶん殴ってやる。やめろルフィ。何度でも言ってやる。戦場で何かに操られた奴らはみんな出撃前にサンジと会っていた。てめえいい加減にしろ。サンジさん、どうかしたんですか。おお、アンジェラちゃん。なんでもない、ただじゃれ合ってるだけさ。今日のところはここまでだ。だがルフィ、後で後悔することになるぞ。うるせえ。見て分かっただろう。こういうわけで君には彼らの動向を調べてほしい。こんにちは。ちょうどいい、いい知らせがあるんだ。少しずつだが、アンジェラちゃんの記憶が戻ってきてる。と言ってもごく断片的なものなんです。思い出したのは街並みです。人がたくさんいて賑やかで、休みの日はみんながカフェに集まっていつも笑顔で話していたよ。手の水に襲われる前の記憶なんだ。町が破壊されたことは言うんじゃねえぞ。何か。なんでもないって。それよりこの調子ならきっと全部の記憶が取り戻せるはずさ。サンジさん、ありがとう。おっと、こうしちゃいられねえ。アンジェラちゃんはここで待ってな。お気をつけて。完了しました。あそこか。さっさと終わらせてやる。うわ、俺だって負けてねえ。俺たちが助けに来てやったぞ。おい、どうした。クソコック。おいおい、まさかお前まで。おわっ、あぶねえ。何しやがんだ。どうやらシャレじゃねえみたい。くそ、仕方ねえ。やるぞ。いいわね、ヒー
ーローたちの同士討ちはとてもよく。つまらない。クソゴック、生きてるか。ああ、ようやく正気に戻ったか、クソマリモ。俺は一体覚えてねえのか。てめえから仕掛けてきたんだろうが。全く覚えがねえ。そうか。そろそろかしら。あら、見つかっちゃった。悪いわね。これから大切な用事があって、今日はお相手できないの。また今度、遊んであげるわ。ピッコロがナメック星で見たという女と、今回現れた女は同一人物だと考えられる。そしてその女が今回の件の原因であることは間違いないだろう。だから言ったろ、サンジのせいじゃねえって。
報告ではその女は黒い本を持っていなかったとのことだが、危険な存在であることは間違いない。みんな十分注意してくれ。では解散。こんにちは。あのサンジさんを見かけませんでしたか？そうですか。いえ、それならいいんです。敵の侵入だ。数は少数、数名の戦士がメラルの襲撃を受けた。各自警戒を行うんだ。私は大丈夫です。行ってください。こちらは大丈夫だ。現状被害報告は少ない。しかしおかしい。何がだ、ライト。このベースキャンプは異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官、敵を手引きした者がいるとしたら、それは…長官、侵入したベノムズは片付けた。そうか、ご苦労だ。ただ、なんか変なんだよな。こいつら、ただ混乱させたいだけっつうか、逃げてばっかなんだ。逃げてばかり？もしかして…長官、すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してください。わかった。長官、このモニターに映し出されている場所は？そこは回収したコズミックキューブを一時的に保管している倉庫だ。なんてことだ。まさか彼が。みんな無事で何よりだ。侵入したベノムズは撃退できた。しかし回収したコズミックキューブは敵の手に渡ってしまった。サンジ！敵はサンジの手引きによってベースキャンプに侵入したと思われます。そんなの嘘だ。落ち着け、ルフィ。監視映像が改ざんされた形跡はない。これは紛れもない事実だ。どうして？はじめはアンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが、敵の狙いはコズミックキューブにあった。いずれにせよ、みんなにはサンジの捜索とコズミックキューブ奪還に当たってもらいたい。それが賢明でしょう。サンジは俺が必ず見つけ出す。